骨董店に持ってって換金しよう、何回目か。今回はこちらの5点、大きいものですね。これを持ち込んでいくらになるのか、体を張って検証していきたいと思います。右の大きい箱、上が平水差しです。下がロ・ハンダ、真ん中のこれが花入れ、その下がタバコ盆です。左端が水差しです。それでは一つ一つ見ていきたいと思います。この5点、購入原価総額136,365円です。これがね、どれくらいの現金に変わるのか。それでは持っていきたいと思います。ロ・ハンダ、各吉左衛門。そして八役員が見えますので、12代購入の友箱作品だということがわかります。ロ・ハンダということですから、畳の一部を切ってね、炉を作って、そういう茶会で使われるお道具ということですね。フロハンダーというものもあるんでしょうかね。その辺ね、全然わからないんですけども。ハンダの使い方、炭取りのようなものでしょうか。炭が関係しているということはわかったんですけどね。軽く使い方説明見たんですけどね。お茶やってない人にとっては、なかなかわかりにくい説明でしたね。なのでね、私も、まあ、炭を入れるんだろうなとは思うんですけど、はっきり言って、全然分かってない状態です。直径37センチあります。まあまあ大きいですよ。ここにね、八楽院あるんですけど、なぜかね、薄いんですよね。購入院、このようにね、薄く押されるっていうのは、なかなかないんでね、なんか嫌な感じもするんですけどね。でもね、これ、偽物っていうことはないと思いますね。珍しく、薄く押された購入院の作品ということでしょうか。ここまで引いてね、全体見ると、なかなか美しげな曜変、焦げとね、赤身とのコンタルスト、なかなかいいんですよね。これもね、なかなかドラマチックですよ。そういうね、美しさを見るような品物ではないと思うんですけども、お茶会でもね、縁の下の力持ちのような、そんなお道具だと思うんですけどね、なかなか見どころはありますね。こちらの購入原価は 23,421円です。安いんだか高いんだかわからないですけども、まあ状態はね、まあところどころ損傷などあるようですけど、細かいものです。無傷とはなりませんけども、取り立ててね、大きな貸しがあるとかそういうものではないですからね。購入友箱作品ということで、これがね3万円で売っていたら安いなって気がすると思いますけどね。ことでんでいくらで売られるのか、例えばね、10万円で取り扱われるものであればね、骨董店でも3万5千円くらいで買い取るっていうのは可能なんじゃないかなと思いますけどね。その辺は相手方の判断ですね。原価割れだったら売りませんからね。九宝像、絵号来写し平水差し、今日、そして顔があります。こちらは裏千家15代宝雲斎の書き付けです。箱にね、九宝の書き付けや印名がないので、宝雲斎箱という、そういう商品になりますね。結構大きな品物です。直径30センチくらいですね。そして割り蓋です。こういうのね、お茶会で作法があるんでしょうね。どのようにしてやるかとか。割り蓋のね、カクカク斎好みの茶器なんかもありますよね。ああいうのも扱い方がね、あるんでしょうけども。そういうのね、覚えなきゃないとなるとね、なかなかね、手強そうな感じしますけどね、こういう。割り蓋のね、品物は。絵号来というね、スタイルなんですね、これが。絵号来だとね、梅鉢のね、平茶碗が有名ですけども、こういうような花鳥が書かれたね、絵号来の本家もありますからね、これも絵号来で問題ないと思います。ここにね、久世九宝、九宝の苗の印があります。これ裏のね、ここ塗られてるから、安南写しじゃないでしょうかね、これ。絵号来でいいんでしょうか。安南の柄と言われれば、はい、そうですね、と思いますね。だからちょっと、絵号来でいいのかな、なんて思ったところありますけども、あれ、なんかちょっと不安になりましたけど、ただね、書き付け本際で全く問題ないですしね、箱と品物のサイズはもうぴったりです。どうなんですかね。まあ、いいです、これは。骨董店の社長さん、よくわかってる方ですからね。判断してもらいます。こちらの購入原価は 29,539 円です。大きいんでね、戻されると嫌ですね。3万円で売れれば
いいですけども、なんかちょっと高いですかね。わかんなくなってきましたね。この柄ね、あんなんと言われれば、ああなるほどとね思いますよね。とりあえず持って行ってみます。粒足タバコ盆漆小金砂川端の印面があります。こちらは五代川端金砂の友箱作品です。粒足タバコ盆ということです。はい、このようにね足がね粒になっておりますね。近づくとこうです。状態良いですよね。ついでにこの金のね書き名も見といてください。これ状態いいですね。こちらは兵庫市奥村吉兵衛の霧白押しタバコ入れですね。中身はこういうものです。これもね買えば高いもんだと思いますけどね。付属しておりました。そしてこちら染付のね桶型の火入れですね。桶をね組んだようにこのように造形のね入り込みがあります。桶川水差しなんていう品物もありますけども、それと形が似てますよね。状態非常に良いんですよね。これもでね永楽院があります。ピントが合ってるか不安ですけども、これ徳善院とね言われる院です。永楽善五郎14代徳善の院名なんですが、これはその奥様明善も作品にはね徳善院を押す、そういうお約束がありますので、友箱の方にはね明善院が入るんですけども、品物の方には明善作でも徳善院が入ります。これね作域から見て明善作品だと思いますね。徳善ではないと思います。しかしね院で判断できないんですけど、作域から明善と私は判断します。徳善だとねもう少しなんだろうな、ちょっとだけ華奢なようなねそういう感じを受けるんですよね。明善の下作責任者後のね15代正善ですけども、その筆頭下作者の作域が少し感じられる、少しじゃないですかね、十二分に感じられる火入れとなっておりますので、私は明善作だと判断しております。そして灰吹きも付属しております。こちらの購入原価は33,001円です。これねタバコ盆の状態がね非常に良いからね、今になって相当安く買えたなと思っております。本格オークションでも永楽の火入れがついてね、吉兵衛さんのタバコ入れもついてですから、5万10万それくらいの評価額もらって5万5千円とか6万円とか、そういう落札もね期待できるような品物のように感じてきましたね。骨董店で3万5千円で買うと言われたら売っちゃうことになると思うんですけどね、ちょっともったいないかななんて気もしてきましたね。それでもまあ3万5千円って言われて込めてね、ちょっと売れないですなんつって持って帰ってくることもできますけどね、どうなんでしょうね、多分売っちゃうかなって気はしてるんですけど、4万円なんてね言ってくれれば嬉しいですけどね。まあそれでも本格オークションで売った方が高かったんじゃないのっていう気持ちは残りますけどね。どうでしょうか。寸庫六花入れ裏千家15代本雲斎の顔があります。古刀ですからね、友箱ということはありえません。こちらは本雲斎箱という品物になりますね。寸庫六というのはタイのことですね。スワンクローク、それが漢字に直されてね寸庫六と言われるようになったようです。品物見ますとね少し緑がかったね透明感のある美しい陶器だと思います。これなんかね寸庫六の雰囲気出てるかなと思います。当然こういうものはね発掘品になると思いますけども、革のねひっつきなどあってガタつくかなと高校だけ見るとね思いますけども、実際はね安定してますよ。ここにもねひっつきありますけど、釉薬のね艶があってなかなかねいい古刀のように感じますね。ここはねこんなにぽっかりと割れておりますけどね、これがねなかなかいい景色になってるように感じますね。茶事でね花池にポコッと花を入れるシーンなんか見たことありますけどね、こんな花池にねポコッと花を投げ入れるようなそんな場面はね相当素敵な感じがしますね。こちらねすごく安く買えてます。購入原価は 14,060円です。まあそんなに安くもないですかね。これが 7,8,000円で買えてたらものすごく安いなと
思えるような感じでしょうかね。本格オークション出してもね、3万円では売れそうな気はしますけどね。私の手取りは1万9000ですから、骨董屋さんがね、2万円で買ってくれたら、まあまあ嬉しいような、そんな感じでしょうかね。あんまりすぐにね、手放すのはもったいないような、そんな気もしてきましたけどね。こんなのがね、茶会で使われるシーンなんか、見てみたい気もしますね。書き付け読みますと、ゼゼ焼き、蓋一貫像、唐津写し、耳付き水差し、小西主。顔と時代から判断して、浦千家14代淡々祭の書き付けだということがわかります。これ箱の実なんですけども、二世引き一貫とね、引き一貫の焼き印の銘でね、わかりますけども、ゼゼ焼きの友箱じゃないんですね、これ。カネロ園の書き付け、異名ないんです。なのでね、この水差しが友箱から離れて、そして一貫蓋で箱を作ってね、それから浦千家に持ち込まれた品物だと、そういうふうに思いますけどね。書き付けどうでしょうかね、大丈夫な気がするんですけどね。蓋ですね、これが引き一貫製で、一貫塗りのね、非常に軽い蓋です。で、淡々祭の顔ですね。唐津写しということですね。ここから見ると、朝鮮唐津の写し物のように感じます。劇的にね、釉薬がかけ分けられてね、攻めに合ってますね。こちらは裏側になるでしょうかね。落ち着いた雰囲気です。こちらもね、滝のようにね、釉薬が流れるような、そんな釉片を表しております。蓋もね、ぴったり合うんですね。さすが、プロの技術というかね。中もね、相当綺麗ですね。これなぜ、友箱から離れたのかね、わかりませんけども、状態は大変良いようです。ここに、ゼゼの印面があります。ここね、釉薬が垂れたところなんですけどね、綺麗に処理してますね。指がね、引っかかるような感じも全くなくなってます。こちらの購入原価は36,344円です。非常に良いお道具ですけどね。あ、今ね、ちょっと気づきました。ここにね、黒漆で飛ぶという字が書かれてますね。これで引き一貫の台も特定できます。14台ですかね。これ私、この形の引き一貫、よく見るんですけども、多分14台だなと思ってるんですけどね。資料としていろいろ探してもね、確信持てないんですけども、13台以前のね、引き一貫の書き名は確定してますから、それは見ればね、わかるんですけど、これはね、14台だという資料はないんですけども、13台までの書き名とは違いますからね、14台で確定するということになると思います。高くね、買ってもらえれば良いですね。今回売りに行って得られた現金はこちらです。はい。1,2,3,4。4万円です。しかしながら全てが売れてこの金額を得たわけではありません。売れ残った品物はこちらです。5点持って行って大きいもの4点戻されちゃいました。売れたものは5代川端金砂、粒足タバコ盆、妙前火入れ、奥村吉兵衛、紙タバコ入れ付きでね、友箱の商品でした。そちらが 33,001円、売れた金額が4万円で、収支は6,999円です。まあそれでもね、7,000円近く儲かったんでいいんでしょうかね。夕飯外食でもね、3回くらい美味しいもの食えますかね。まあ3回は難しい。まあ3回でなくてもね、2回は確実に食べられますから、まあいいんでしょうかね。こちら残った品物、購入、炉、ハンダ、久世急報、エゴーライ写し、水差し、宝雲祭箱、スンコロク花入れ、宝雲祭箱、ゼゼ焼き、唐津写し、耳付き、水差し、蓋、引き一貫、淡々祭箱、在販。これ残った品物ね、どれもいいものですから、本格オークションにね、回しても利益出るかもしれません。
高いと思ったんでしょうかね。どうなんですかね、購入のロハンダ、あのお店に置かれればね、12、3万すると思うんですけどね。まあ仕様がね限定的なものですから、売れ残る可能性考慮されたんでしょうかね。まあ仕方ないです。残ったものは本格オークションに回してね、そこでガチ動画にしたいと思っております。なかなか厳しいですけどもね、次また5点持っていこうと思うんですけど、またね1点しか買われないとか、そんなことになったらもうね売りに行くのやめてもいいかもしれませんね。まあその辺は今後の成り行きですけどね。まあプラス出てるだけいいんでしょうかね。現金今私必要としてますのでね、やはり厳しい感じはしますけどね。それでは今日の動画はこれで失礼いたします。